野球は世界の頂点になった。サッカーは国民的スポーツとなった。それはバスケでバスケットボールワールドカップ8月のようにあれあそこで発掘してるってことは本日は東京ドームにご来場いただき誠にありがとうございます。試合開始はこの後14時を予定しております。それでは皆様ビジョンにご注目ください。両チームスターティングラインナップの発表です。